1月19日のケリヒメスイーツ。予想外れちゃった。雪ミクコラボではないっぽいね。更新1月19日メンテナンスのお知らせ。これは14時をもちまして終わりましたの内容か。内容が書いてあるわけではなかった。なんか右下にメカ姫のゲリラボス来てるね。最新情報、この辺は、あ、メカ姫登場。今日から2月2日まで。2月3日じゃなくて2月2日の後に来るかね。2月2日のところで雪ミクが来るか。メカ姫でも前もあったしな。新規アイテムではないし、マーク2もそうだし、メンテがあったんだから、なんかねえ、使い回しステージぐらいで。最新アップデート情報、タイトル画面で新たにメニューが追加されたよ。アカウント削除も可能になったので、アカウント消せってことらしいです。メニューから削除する。なんで別にいいけど、なんだろうね。アカウント削除すると、すべてのデータ削除か。123セーブデータ。完全に削除しますか。何これは、リセマラ用ってことかな。リセマラ別にする必要ないと思うんだけどな、ケリ姫。多少強い新覚醒とか引けたとしても、まあね、ステータス自体は大したことないから、結局コツコツ育てなきゃ、ね、やっていけないゲームだと思うから。で、プチシリーズの達成方針プラス感の作成本追加。いいっすね。ゲーム内における一部テキストの表記を調整。HP の表記を体力に統一。あれか、体力って書いてあったり、HP って書いてあったり、バラバラだったのを統一したってことか。HP に統一でいいと思います。特攻の表記を、特攻、特殊効果に統一。これ迷うね。特攻。攻撃の方がなんかさ、ダメージがアップする特攻って感じでするけども、別の意味の特攻にもなっちゃうから、特別な効果がある的な感じで、まあ簡単に言えばダメージアップだけども、まあよね。バトル、小文字バトルの表記をカタカナバトルに統一。バラバラだったんだ。本アイテムの表記を作成簿に統一。それもバラバラだったのか。データの文言をセーブデータに統一。再選ボタンを、再選、括弧でくぐられてたのをなしにして、プラチナボックスプラスをプラチナボックス、アルファベットになった。アクセサリー、経験玉、アクセサリーに。ステージ選択を戻るタップするを一つ前の画面に戻るように。じゃあ、枠外からのやつも、それは一緒か。ね、最初のところに戻っちゃうの、ここまで戻んなくていいよってなったから、まあ、それは地味にいいんじゃないかな。で、それぐらいか。人馬球に新アイテム登場、青箱のやつ。それぐらい、1月19日更新がそれぐらいっぽいですか？ですね。メンテしといてこの程度？いやいやいや、内部的なね、そういう文言とか統一するとか、ある意味めちゃくちゃ大変だったと思う。だってさ、全部洗って全部さ、直さなきゃいけないからさ、もしかしたら修正残りがあるかもしれないし、プレイヤーとしては大したことない、あれに思えるけど、中の人の作業的にはすっげえめんどくさかったと思う。でもずっと直したかったんだろうね。バラバラになっちゃってたやつとか。お、新規。これは超人かな？まあもちろん雪ミックスロットもないので、取っておきましょう。まだガチャはマサン。じゃあメーカー姫マーク2。レッツゴー！だろうね。そのケリ姫がなんか運営だかなんだかのさ、トップが途中で変わったんだよね。変わったことでどんどん改善していったっていうね。だから最初に残っためんどくさい部分直すのとか、引き継ぎが十分にされてないとか、そういうので残っちゃった、まあ、いわば負の遺産それがね、残っちゃってたんだろうね。まあそういうのを少しずつ直していこうとしてると。だからケリ姫ね、一番最初にやったね、負じゃない遺産、縦画面でもできるっていう、縦横どっちのプレイできるってね、あれをなくしたのはね、ほんと未だに恨んでるからな。縦横によってね、例えば反射するサイボーグの攻撃とか、ちょっとね、判定がまた
変わるってね、それもまた面白い要素だったんだけどな。まあ縦画面横画面両方に対応させようと作るのはね相当面倒いだろうから、ただオンにしちゃったのは英断ちゃ英断だったんだろうな。ただ縦画面の方が電車内でやりやすいんですよ。俺電車内で横画面のゲームやりたくなくて。よし、1回のチャレンジで終わるね。そういや、そしてメンテ明けだからこの後お楽しみスロットも入るね。今のも新規アイテムかな、ジンマ級の。で、4コマも追加され、お楽しみスロット。いろいろ便利なアイテムが今回もと。KP のやつもね、ちゃんと1日100個なんかしら売らないとね、つい忘れちゃう。メガ姫登場、なんか達成報酬残ってるか？まあプレチケのぐらいか。無理に回らなくても、まあ復刻でってぐらいだろうけども、新規ステージがないのでメンテ明けで新規要素がないぐらいの感覚だからな。今までだったらね、娘メンバー追加、覚醒色追加、新覚醒登場とかなんかいろいろあったけども、それもないか。まあもしかしたら内部的には息抜くとかね、次のやつをもう用意してあって、ただ表示が出てないっていうだけで、でその2月2日のところでメンテじゃなく普通に更新だけど、新しいステージドン、新しいキャラドンっていうね可能性はあるんで、うん、今回のメンテでこれしかね追加してないの、何のメンテだったのみたいなさ思うかもしれないけど、実はちゃんとやってるかもしれない。うん、そう信じよう。そういえばアイテムといえば、このハイヒール類とか売ってみる？KP にせずに、強化ポイントとしてもいいんだけども、別に強化ポイントになるものを、山ほどあるから、このハイヒール類、しばらく売ってなかったけど、換金アイテム売るとどれくらいになるかなっていう。このダイヤとかもね。ただ、いい強化ポイントになるやつもあるから、そういうのは売らずにっていうね。ただね、どれが、いい感じのポイントになるか、どれが換金だけにしといた方がいいか若干分かってない。ハイヒールだのダイヤとかはともかくね、ただダイヤだとかハイヒールだとかね、まあまあいいポイントになるやつもあるんだよな。普通のハイヒールとか、あとは下の方に二足三門ダイヤモンドだっけかな、これね名前が好き、二足三門ダイヤモンド。わー、とんでもない数値。でもさ、表記の統一するんだったら、いろんなね数字のところにちゃんとね3つごとにちょんってね打ってほしいんですよね。いやいや、457億円かな、うん、今持ってるコインが上もねちょんとつけてくれないと分かりづらいんだな。5555万、すごい綺麗ですね。コインで売る、この程度売ったところでって感じではあるけど、でん601億、うん、合ってる？違う、6012億、うん。1兆コイン目指せーって感じになっちゃうね。うん。もうコインの量に関しては、何も頓着ないよ。ってぐらいに、強化とかもね、適当にやれるから、言っちゃいいけども。さて、意外と更新ものがなかったけども、次への布石として考えておこう。今日はここら辺でおしまい。また明日。